半径135センチが私の世界のすべて。四角い部屋に丸く暮らす私の名前はこたつむり。ゆうべもテレビをつけたままこたつで寝てしまった。もう朝とは言えない時間、テレビにつぶやくおはよう。気がつけば背中からこたつが離れなくなってる。無様なこの姿じゃますます表に出られない。そうよ、私はこたつ無理、こたつから出れないさ。ダメ、こんな私でも愛してくれる人に巡り会えたら。そうよ、私はこたつ無理、こたつで朽ちてゆく人生。もう何年もこたつの中で暮らしてる気がしてきた。こんな私もネットでは自由に飛び回れる。私を縛るものはない、本当の自分と思ってた。日頃は誰かと口を聞く機会のない私でも、テキストだけは饒舌なおしゃべりな人になれる。私のアバターのことセンスいいねって褒めてくれた。あの人に現実の私の姿見せられない。そうよ、私はこたつ無理、こたつに縛られた人生。こんな私を認めてくれる人に巡り会えたら。いつもこたつが邪魔をする、ぬくもりで私を引き止める。眉の中で膝を抱え、夢の世界に落ちる。いつかこたつを抜き捨てて、このドアの外に出れたら、きっとそこに誰かずっと待ってるような気がする。